おはようございます。それで私から冒頭発言をお許しをいただきたいと思いますが、地域の農業を見て知って生かすデータベースについて申し上げます。この度農業センサスを中心としたそのデータベースである地域の農業を見て知って生かすデータベースを開発し、本日ホームページで公開をいたします。このデータベースを活用すれば、農業集落単位で農林業センサスの結果、多面的機能支払い交付金等の施策情報、国勢調査等の結果を見ることができます。例えば稲の作付け割合が高い地域や家畜使用等波数が多い地域の分布状況を地図上に表示して比較することにより、耕畜連携の可能性を実践的に検討することができます。地方自治体、農業団体等の関係者の皆さんに活用していただき、施策の推進に役立てていただくことを期待をしております。詳細はこの後ほどプレスリリースいたしますので、記者の皆さんも一遍見ていただければ大変ありがたいと思います。私も昨日ちょっと鹿児島のところを見てみましたけれども、私鹿児島県は大隅半島と薩摩半島とあるんですけれども、米をどこでどれぐらい作っているのかと、また米を作っている地域と畜産の地域との関係を地図上で見るということもできます。非常に農業団体とかあるいは地方自治体とかが政策を決めていくときにも役に立つのではないかなというふうに思っております。このデータベースの開発ができたことは良かったなというふうに考えております。私からは以上でございます。どうも幹事の意見があるわけです。はい、イギリスのですね、EU の離脱問題についてちょっとおっしゃってますけれども、来週に国民投票がありまして、ね、離脱する方にするかというのが決まるということで、いずれというのはかなりこう拮抗しているというふうに伝えられておりますけれど、農林水産分野ではその日 EU のですね、EPA 交渉が、年内に大筋合意するというのが政治的な目標になっておりますけれど、仮にその離脱を選んだ場合にですね、これのその目標への影響はどうなるのかというのを、離脱した場合はこうイギリスも個別にまた交渉するのか、ちょっとそのあたりの考え方をやっていたします。英国の EU 離脱あるいは残留に関する国民投票というのは、今お話の通り23日に行われるわけでありますが、これはもう英国国民の皆さんがお決めになることでありますけれども、英国 EU 関係 の展開、英国 EU 関係の展開やそれに伴う我が国への影響につき注視する必要があると考えております。いずれにいたしましても、日 EU EPA につきましては、本年5月の日 EU 首脳会談や G7 伊勢志摩サミットの際、本年のできるだけ早い早期の大筋合意を目指して交渉を進めていくことが確認をされておりますので、農林水産省といたしましても、農林水産品のセンシビリティに十分配慮しながら引き続きしっかりと交渉に取り組んで参りたいというふうに考えております。幹事は以上です。政治家の首相身体は自らが決断をされるべきものだと私は基本的に考えておりますので、それで、知事をですね、
決断というのは、それなりのご決断をされたのだろうと思います。まあ、あと、どういう人がいるのかというのは、まあ、私は残念ながら、東京都民ではありませんので、都民の皆さんがですね、お選びをいただくということが大事なことだと思いますし、まあ、東京というのはまた、首都でもありますし、オリンピックの機会とも行政能力を持ったいい方をですね、選んでくださることを期待したいと思います。